立憲民主党が窮地に大量落選か、全豊田レンが見捨てる。現在、全豊田レンが立憲民主党を見捨てて、与党との連携を検討していることが明らかになりました。この全豊田レンは、35万7千人の組合員を抱えており、立憲民主党は愛知県において、衆議院で5議席、参議院で1議席、 確保しておりますが、どの議席も圧勝ではなく、36万票も失うことになれば、立憲民主党は愛知県においてすべての議席を失う可能性がございます。この前豊田レ連、立憲民主党が共産党と共闘していることをですね、問題視し、 見捨てようとしているようでございますが、この立憲民主党、選挙目当てで多くの民主党の残党が集まっておりますけども、まあ、結局のところ、そういった新立憲民主党も、このままいけば、また消滅に向けて、加速していくんじゃないかと思われます。立憲民主党には、また、 立憲民主党に選挙目当てで合流した皆様には、ま、ぜひともですね、政党を作ったところで、しっかりとした政策を掲げたり、国民から信用されるような対応を取らなければ、このような事態に陥るということを重く受け止めていただき、 今からでも国民のためだけに、日本のためだけに最低限国会議員として全力で働いていただき、このまま支持を失い続ければ確実に立憲民主党も社民党と同じような運命をたどることになりますので、そのような事態を望んでいないのであれば、 最低限国会議員の職責を果たしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。